手絞ってきて。グー。あら。食べて。あら。手絞る。手絞る。グー。また行っちゃった。みんな行っちゃった。ありがとう。お利口さんね。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。新年1月号、今年もよろしくということで、ワンちゃんたちに隠し芸を披露してもらいます。猫ワン。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて、猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック。同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い、伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。急ぐよ急ぐよ。やってきたのは松山市南白水のアジリティ用特設グラウンド。毎週ワンちゃんの障害物競争、アジリティの練習を行っています。元気よく走っているのはラブラドールレトリーバーのこまちくん、7歳。食欲旺盛なこまちくん、頑張るとおやつをもらえるアジリティの練習が大好き。やっぱり。ごめんね。最悪。教えてもらって。松本先生から細かくアドバイスをもらいます。そうそうそう。さあ、コマーシャルの後はワンちゃんの新春隠し芸披露。トップバッター、こまちくんの隠し芸です。猫ワン。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。猫ワン。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。こまちくんは何をしていただけるんでしょうか。もう本当にちょっと何もできないんですけど、一応ゴロン1回だけこう横へ向けるということと、あと足広げて、こまち、ここへ
収納っていう風にここへ入り込むぐらいですかね。はい、ではお願いします。行きますように。気持ちいい。はい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 、はい、気持ちいい。はいはい、ゴロンゴロン。もうこれだけなんですよ。もう一回、もう一回いいですか。皆さん、まばたき禁止です。気持ちいい。はいはい、気持ちいい。ゴロンゴロンゴロン。あ、そう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 、あ、こういう感じ。あ、素晴らしいです。ゴロンさせるのは難しいんでしょ、ワンちゃんにとって。そうですね、なんですかね。じゃあ今度ね、収納します。はい、はいはい、収納。すごい、ぴったりハマってます。ポーちゃん、いくよ。はい、収納。素晴らしい。もういいかな。もう一回いいですか、見たい。あら、早すぎて。早すぎて。もう一回しましょうか。もう一回いいですか。じゃあ今度スローで見てみましょう。スローで。小町、収納。素晴らしい。ありがとうございます。いえいえ。小町くんの今年の抱負を、飼い主さんの抱負も聞かせてください。ですね。まず体が一番なので、まあ、私もちょっと年があれなんですけど、一緒に頑張れればと思います。はい、今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。はい。シッとシッと、うん、かねー、かったねー。を持つお子様へ、テログループで IT を学びませんか。建築家になってなれるかも。夢を広げる、テログループ。ナチュラルケアドッグアカデミーは、ワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室では、プロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとして、ハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。犬の障害物競技アジリティの練習メンバーが新春隠し芸を見せてくれる猫ワン。続いてはゼッツくん。今年も一年経験頑張ります。よろしくお願いします。はい、ゼットお座り。ゼット、はい、ついて。今日どんなものを見せていただけるんですか。2つやりたいと思います。はい、ゴトンと、何でしょう、こんにちは。お、楽しみです。はい、お願いします。待てよ。
よし、ほれほれほれ、顔出せ、頑張って出せ、頑張って出せ、はいはい、こんにちは、こんにちは、はい、ほれ、これどうやって教えたんですか？勝手にやりだした。勝手にもう一回やってくれるの？はい、ほれ、ほれ、よっ、あ、だよ、よっ、よっ、よよよ、終わりです。ありがとうございます。よろしくお願いします。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、今年もよろしくお願いします。続いての隠し芸はコナン君とランちゃんの隠し芸、小道具での演技です。はい、これは犬用のチーク玩具です。はい、今、ペットショップでも売ってますし通販でも売ってるんですけども、ここの中におやつを隠します。で、犬の嗅覚、匂いと、あと足、手を使ってうまくこれを開けてそのおやつを食べる、探し出すという。なるほど。はい、脳トレにもなるし運動不足の解消にもなるし、留守番がちの子たちには家の中でもできるので、これを今やり始めました。愛用してます。パパがいつもトレーニングしてくれてるので、パパ登場。あ、パパお願いします。パパ登場。ないよないよないよ。そう、耳毛が邪魔になるので、はい、パパ登場。まだよ、ラン、耳毛を押さえて、はい、スヌードをします。はい、ではコナン君とランの一発芸。じゃーん、ラララララララ。どっかな、ないよないよ。あれ、人の分まで、人の分まで行っちゃいますね。どこかな、あったー。口で開けるんですね。手で開けてる。こんなのそっち違うでしょ。が張ってるのも幸いしてます。はい、そうですね。OK です。ありがとうございました。と盛り上がらなかったですか？地味な。大丈夫です。ありがとうございます。大丈夫です。最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。
じゃ あ, 説明してもらってず今日の隠し芸のはいタッチをして一周回ってみます、はい、そしてあとはエイトと、はい、それウォークをやってみますエイトとウォークっていうのをやってみますねはいお願いしますあ、はい、なんか小道具がそうパパさん の手作りでございますよすごいですねはい行くよ行くよあタッチおじゃタッチタッチそう行くよよしゅーくるくる回ってるそうですすごいじゃあ反対回りしてみましょうかすごいはいあこっちタッチよはい待ってそうこれ足だけを使って回るってそうそうなかなか大変後ろ足ではねなかなか大変なんですよ先生に教えていただいて動画ですごいはいありがとうございますすごいですねはいバロおいではい、では次に、はいはい、エイトやってみますエイト、はい、エイト八の字であーすごい八の字回りますねはいはいついてよしじゃあ次はウォークでウォークはい、はい、じゃあバロンウォークはい、ストそう、ウォークウォーク待ってウォークはい、ウォークウォーク待ってよはい、ついてうん行こうはい、おそばでございます素晴らしいありがとうございますバロン君と飼い主さんの今年の抱負を聞かせてくださいそうですね、ちょうど10歳になりますので元気にまだ走れますように私も一生懸命努力して体力をつけたいと思いますいいお返事だ頑張って頑張ってねありがとうございますありがとうございますありがとうございますお父さんも小道具ありがとうございますありがとうございますこの小道具もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったらすぐに市や町の役場愛媛県動物愛護センターそして警察に届け出てください収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんですマイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています猫ワン猫ワンワンちゃん新春隠し芸続いては松田翔太コーチの愛犬ヤマトくんの登場それではいや松本先生、はい、なんという隠し芸をお片付けですお片付け、はい、ボールを、はい、あっちの箱に片付けに行きますヤマトくんがはいあらそれではお願いしますいい空振りもあり先生お片付けできたよっしゃご褒美もう一回カチカチ鳴らしてるのはこれ見せてくださいはいこれはどうなんですかちょっと鳴らしてもらっていいですかカチって何かしつけで役に立つんですかそうですねクリッカーっていう道具で、はい、犬に正解を教える道具です音ではい成功したらご褒美が必ず
1個以上は出てきます、はあ、その音っていうのはどういう役割を、うん、人で言うよしとかいい子だねとかグッドとかその、はあ、音での代わりの機械的な音です。へー、じゃあもう一回だけいいですか。はい、決まってすいません。片付け。あ、よかった、よかった。片付け。おじゃんごい。よっしゃー、できたー。あー、疲れたな。はい、はい、終わり。松本コーチ、はい、山田君と一緒に今年の抱負をお願いします。もう11歳、来年12歳になるんで、はい、健康に生きてくれれば嬉しいです。何もできなくていいです。はい、ありがとうございます。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり、水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。最後に登場してくれるのは花ちゃん。チューで挨拶してくれました。もう大したことはできないんですよ、うちの子。いいんですよ、存在だけでも素晴らしい。アジリティする時点でもう、ね、おいで、おいで。お母さん、今日は何をしていただけるんですか。今日はね、ティッシュを取ってきてもらおうかなと思って。お母さん、自分で取ればいいの。それがなかなかね。動きの素早い子に取ってもらおうと思って。なるほど、なるほど、ね、できるのかな。花ちゃん、できるかな。できるかな。花、うん、汚れたよ。あ、汚れた、お母さん。ティッシュ持ってきて。え、ティッシュ。すごい、お母さんね。すごくないですか、お利口さん。あら、こんなところにティッシュが出てきた。あら、お利口。おやつあげて。あ、もう一回ティッシュ持ってきて。あ、ティッシュ。え、あ、箱ごと持ってきたの。もうティッシュ、ティッシュ。あ、ありがとう。箱ごと使いなよってことですね、何回もね。そうそうそう、もう鬱陶しいわ。すごいですね。あら、偉かったね。どうやって教えたんですか。いや、ズボラな家族がみんなでティッシュを持ってこさせただけのことです。すごい。あら、かわいい子。あん、あら、かわいい子。どう、これは何なんですか、今のは。かわいい子、はーいっていうことです。薄めで見てやってください。あら、かわいい子は、かわいい子は、そう、自分の自分よね、かわいい子よね。あら、かわいい子は、あら、怖い子は、そうよね。ってやるんですね。そうなんです。そんな、ようしつけられますね。いやいや、すごい。こんなおやつをあげるたびにこんなしょうもないことをやったぞ。はい、鼻いくよ。はい、くるり。お、すごい。くるり。はい、もう一回くるり。もう一回くるり。くるり。ちょっと、花ちゃん、すごすぎる。はい、でした。はい。よし。あ、みなさん。できますけどね。もう一回行くよ、これ。もう一回行くんですか。花、じゃあティッシュだ。お願いします。あー、ちっちゃった、ちっちゃった。持ってきてくれる？持ってきて、持ってきて。お片付けができる。ありがとう、ありがとう。あ、また向こうにもある、向こうにも。向こうにもある、向こうにも。あ、すごい。ありがとう。すごい。ほら、あ、向こうにもある、向こうにも。おー、お片付けができる。ありがとうね。アナオリコ、皆さん、お片付けができますよ。すごい。
実用的すごいじゃないですか、ね、もっと遠くでも撮るんですか。もう本当ですよ。もっと遠くかな。家置いてきますか。ティッシュティッシュ、ただティッシュ、ティッシュ持ってきて。ただティッシュはティッシュ、いけの大鳥を務めてくださいました。ありがとうございます。花すごい。花お利口の花はどこ。はいはい、そうです。お花で、はい、お利口の花は、はい、そうです。素晴らしい。またさ、そうお利口の花は、はい、そうです。すごいですね。お利口さんでしたね。あら、あんなとこにティッシュがある。まだやるの、まだやるの。あら、ティッシュ持ってきて。ティッシュがない。あら、ティッシュは、ティッシュ。ティッシュは、はい、ティッシュ。何か、お利口やね。よし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 。はい、よかったよかった。じゃあお母さん、花ちゃんとの今年の抱負をお願いします。そうですね、あの健康で、うん、あの楽しくアジリティもぼちぼち楽しみながら、来年も再来年も長生き、一緒にいてくれるように長生きしたいなと、してほしいなと思います。私も長生きします。一緒に長生きしたいな。ありがとうございます。ありがとうございました。お片付けありがとうね。うこね、うりこやったね。いい子だね。すごい。おお、たまらん。すごい。どうも。おやつはいつもどんなのが食べ好きなんですか。結構肉系が好きですね。あのね、砂肝とか、はい、牛肉も好きですね。だからもうあんまり脂肪分がいけないんで、ちょっと一回湯がいて油を落としてから、ちょっとボイルしてから焼いて、で、はい、でもあんまり食べさせたら当たり前になっちゃうんで、うん、こういう特別なイベントの時にそれを出してきます。はい、ありがとう。ありがとうございました。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。ヤマト動物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。